こんばんは、戦国どうでしょうでございます。さて、じゃあ引き続き子供用のトッパイナリカブト続きを作っていきたいと思います。前回ですね、次回の動画で正面のパーツを貼ってっていうようなお話だったと思うんですけど、ちょっとこんな感じでですね、正面を貼ってしまいました。さらに下側ですね、もう蛇腹で切り込み入れて、ここに下の腰板のところですね、貼れるような状況にしてあります。で、今日はここに下ですね、腰板を2枚貼り付けていきたいなと思っています。で、まあ前回からお話ししている通りですね、まあちょっとここ前に上がるような傾斜するような形で、貼っていきます。以前だったら1枚の腰板をぐるっと1周貼ってたんですけど、ではなくてですね、2種類のタイプで前側と後ろ側からカバーするような感じで貼っていきたいと思います。では作業に入ります。では頑張っていきましょう。はい、じゃあ作業やっていきます。多分これぐらいのアングルが今日作業しやすいんで、これぐらいのアングルでいきます。はい、でですね、こんな感じでガイドラインを引いたので、まあ、こんな感じのガイドラインに合わせて、貼っていきたいと思います。ではやっていきましょう。はい、後ろ側は5番ぐらいまでいきたいので、それぐらいのボンドを塗ってます。で、後ろを合わせて、この辺かな。今回ちょっとセンター作ってないのが、ちょっとやらかしたところですね。後ろのセンターラインを作っとくと、こういう時の合わせが楽なんですけどね。まあ、そういうことです。まあ、こんな感じですね。1枚だけ下を貼ってます。で、続いて前側いきます。ということで1周目はこんな感じで、巻きつけました。ちょっと前だけ出っ張ってるような感じですね。で、ちょっとこのはみ出たとこね、鬱陶しいんで切っていっちゃいます。まあ、ちょっとまだはみ出てるとこあるんですが、まだこの腰板自体はもうちょっと細くする予定なので、今はこんな感じで多分いいと思います。で、乾燥したらこのまま2枚目貼っていきます。はい、ということでこんな感じで仕上がりました。まあクリップついてますからね、どうなんでしょう。ちょっとね、前よりは傾斜が出ていいんじゃないかなと思います。まあとりあえずね、この腰板のところちょっと今太さが太すぎるので、もう少し削っていくので、ちょっとまだ出っ張りがまばらだったりはするんですけど、乾燥したらこれ2枚目を貼って、次はこれですね、デコレーションですね、紙紐を貼って、あとまびさしつけるというような作業に入りたいと思います。ということで今日はまあ腰板をぐるっと巻いて、ちょっとこうね、傾斜をつけて腰板を貼ると、前側と後ろ側から同じタイプの紙を貼って作ったんですが、こうすることによってちょっと角度を出すことができました。はい、ということで今宵のどうでしょうはこれまででございます。